なあ、奇形スタイル選手権してくれ、ゴミ闘神が見たい。はい、やります。タイトルもそのままでやります。小人プロレス選手権だろ、おい。復活させめ、俺たちの手で、小人プロレス。で、ぶっちゃけ話、ちょっとみんな送ってくんね。奇形スタイル男女なんだよ、おい。ラップのビートに乗せてよ、缶の BGM 乗せてよ、奇形スタイル選手権べ。よーよー、俺はよー、遠いが63センチでよー、松井が、の帽子が入らないんだよーみたいなやつ。やろうぜ。ロサンゼルスに行ってよー、ニューヨークヤンキースの帽子買ったらよー、びっくりされたよーみたいな。俺びっくりされたんだよ。一番でっかいサイズくださいって言ったら、いや、そんな、でかくないでしょ。入りま、こんなのブカブカですよって出された帽子が、きつくて入らなくて、おう、ファックってなったんだよ。客に向かって、放送禁止用語吐かれたんだよ。おう、ファックって。黒人の店員に、ラスベガスで。それ歌詞にして、デビューさせようぜ、ツンクあたりに。歌詞書かしてよ。奇形スタイルダンジョンやろうぜ。脳みそいっぱい詰まってんだろうな。よく言われるな。じいちゃん、ばあちゃんとかに。おじいちゃんと俺やっぱりガキの頃は気にすんじゃん。頭が大きいのなんだろう、じゅんいち。それはね、頭がいっぱい、脳みそがいっぱい詰まってんだよって。ただ大人になって気づいた。ただただ頭蓋骨がでかいだけだって。だからうちのお母さんに言われたわ。あんたがね、参道から出てくるときね、頭が大きすぎてね、7針縫っちゃったよって言ってたわ、うちの母親が。母親の参道を引き裂いて、俺と半間裕次郎だけだぞ。そんな自ら引き裂いて出てきたの。引き裂いて、ダーって言ったしからな。ビリ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 って。俺引き裂いて出てきたんだよ。すごくね。おめえらしょぼくねえぞって考えると。取り上げたんだよ。それで。俺と半間裕次郎。ぐらいだろうな。ちなみに、加藤家では、27年ぶり、俺が生まれてから27年ぶりに、姉の賛同も避けたって言ったわ。子供頭クソでけえから。うちの姉ちゃんも頭すっげえでかいのね。だちゃんと血筋は耐えてなかったな。こいつは、加藤家の、良血だな。インブリードだなって思ったわ。え？遠い男性平均値 56.9。へー。56.9 ってめっちゃ頭ちっちゃくない？俺61だよ。60だよ、俺。俺68だ、お前。おい。エントリーナンバー1番。エントリーナンバー1番。立ち見 D。奇形スタイルダンジョン。エントリーナンバー1番。ビッグフェイスモンスター。ビッグフェイスモンスター、お前名前じゃろ。ビッグフェイスモンスター、相葉。よろしくな。お前もう、水筒症だろ、水筒症。危険メール送ったぞ、ありがとう。お前ちょっとメール送ってこい。ちゃんと自分の頭身が映るように、メール送ってこい。ビッグフェイスモンスター、相葉。あー、いいね。まあまあまあ、一人目にしたらちょっと、待ってな。お前、奇形スタイルの割にはいい家住んでんな。よかったな。そうなんだよな。俺たち奇形はさ、俺たちはっきり言って奇形じゃん。今お前に話しかけるけど。だから努力できるんだよな、奇形は。なぜならもう、ここでしかチャンスがないから。ルックスで勝負できないから。ちょっと待ってな。頭のギネスは、最高 65.8 らしいぞ。お前、ふざけんなよ。俺もうすぐギネスじゃねえかよ。本当に嫌だわ。これどうよ。結構いい家住んでるよな。でもまあ、に、でも俺とあんま変わんなくね？てめえと一緒すんじゃねえ。まあでも、そんな、言うほどだよな。言うほど。あた、おっきいよ。おっきいけどまあ、フロドだな、お前、フロド。俺がちゃんとしっかり叩いてる。奇形度フロド。フロドバギンス。お前調べよ、すぐ。奇形度フロドバギンス。続きまして。
肩幅もでかいね。おい、マジの奇形送ってくんじゃねえよ。お前ガチの奇形じゃねえかよ。まあいいや、紹介しよう今日は。なんかこんなのが届きました。ちょっと待ってくださいね、全部紹介していきます。奇形スタイルダンジョン、お前たちのその今までのな恨みつらみを歌詞に載せて送ってくれ。指の爪が、まあおそらく末端まで分化しなかったんだろうな。うん、まあこれしょうがない。ただ武器にしてけよ絶対。女に、女と性交渉する際に、おい見ろ、俺おめえのためによ、手先ツルツルするためによ、生まれ持ちの奇形だよ。こういう風に生まれてきたのはね、ハンマー裕次郎と加藤純一と俺だけっつって言っていいよ。俺の肖像権をお前にのみ解放する。拡大してくれ。こんな感じだな。そんなに見えない今。続きまして、ちゃんとした奇形スタイルを。腕が細いとか別に骨の問題だけ。四頭身ですって哲学見えてきた。おい、オクレイマンってやつ、四頭身部門ですって写真貼り付けされてねえぞ。あ、14歳ので全身脱毛症だよ。晒しても大丈夫です。顔映ってないから。全身脱毛症ってどういう病気なんだろうな。森本ひちょりとかもそうだよね、結局。へぇー。なんか祈祷みたいで可愛い。なんか祈祷みたいで可愛らしくない？やべ、炎上してなかった。なんか綺麗じゃない？つるーんってしてて。俺のチンチンにすげえ似てる。俺のチンチンは向けてねえけど。すげえ美しくない？おい、お前今14歳だろ。坊主になるべ。俺坊主だったらいくらでも紹介できるから、お前もし仕事なかったら俺に連絡してこいよ。俺が責任持つわ。へぇー。チンチンの毛とかも全然生えてないのかな？これ頭。ここに眉毛が本来ある場所、目でしょ。ただお前、こういう風にネタにできるってことは、将来強く生きれるんだ。絶対、将来強く生きるよ。ネタにしてけよ。余裕だ。別に全然嫌悪感抱かない。ねえ、これ晒していいよ！ねえ！ねえ！顔の長さが奇形ですっていう人、顔バッチリ映ってるけど晒していいの？もう一回メール送ってきて。確かにお前のな、顔の長さは奇形だよ！いいの？もう一回メール来たら俺は晒すわ。で、わかんない。新参だよっていう人がさ、わからずに俺だけ見るのかなと思って、送ってきてるのかもしれないじゃん。もう一回送ってきて。へぇー。なるほど。ちょっと待ってね。さっきのさ、爪の人。え、これどういう状況なんだろうね。なんか、あれだな、関東方言見てて可愛いな、こんな、ブニューンってなってて。骨、あ、爪って本来は骨だからね、こっから先分化しなかったんだろうね。でもよかったね、指の先っぽで。まだそんなに日常生活に支障は来さないでしょ。まだ。日常生活そんなに支障は来さないよな。ちょっと顔の長さの人、ちょっと。送ってきてお願い。これマジですみんなに見せたい。これマジでみんなに見せたい。顔の長さの人。これ、ほんと見せたい。俺炎上してないっけ？してるよな。ちょ、送ってきてお願い。俺は待つ。いや、手帳はもらえないんじゃない？これぐらいだったら。事故とかだったらな、多分すげえ。あ、来た。大丈夫ですって。よかった、バカで。大丈夫じゃないのに大丈夫ですと言ってくれる奴らでよかった。これで俺は責任取らず。ちょっと待ってな。ゆっくり。
ゆっくり考えていこう。あれどれだ。これ顔長いよねこれね。なんでてめえしかも風呂上がりなんだよ。なんで俺お前の風呂上がりの写真見なきゃいけねえんだよ。でも顔あれだよね、顔が長いっていうか横が狭いよね。横狭くない？落花生みたいな顔してんじゃん。横狭いから長く見えるけど、横がちょっとビヨーって長ければ普通の感じなんだろうな。ウッディみたいな顔してんな、お前な。ウッディ。ウッディ。これ、500ミリ、これ 1.、俺これ 1.5 だと思ってたんだけど、500かこれ。これ 1.5 だよな。1.5 だと、尋常なくらい ?60 センチぐらいあるんじゃん、これ60センチぐらい。お前危険だよ。日本から出ていけ、悪魔め。日本から出ていけ。日本から出ていけ。ごめんな。俺は日本を守らなきゃいけない。日本を守らなきゃいけない。なんか外人みたいな顔したね。